衆議一決し、全議員が揃ってイエスを総督ピラトのもとに連れて行きました。そして口々に訴えました。この男はローマ政府に税金を納めるなとか、自分こそメシアだの王だのと言って国民を惑わした不届き者です。ピラトはイエスに問いただしました。本当にお前はユダヤ人のメシアで王なのか。その通りです。ピラトは祭司長や群衆の方を向き、この男には何の罪もないではないかと言いました。これを聞いて人々は必死になって叫びました。この男はガリラヤからエルサレムまでユダヤ全国で民衆を焚きつけ暴動を起こそうとしたんですよ。そこでピラトは、ではこの男はガリラヤ人なのかと尋ね、人々がそうだと答えると、イエスをヘロデ王のもとへ連行するように命じました。ガリラヤはヘロデの支配下にあり、その時ヘロデはちょうどエルサレムに滞在中だったからです。イエスに会えてヘロデは大喜びでした。前々からイエスの噂を耳にし、一度イエスが行う奇跡を見てみたいと思っていたのです。ヘロデはイエスを前にして次から次へと質問を浴びせました。ところがイエスは口をつぐみ、何一つ答えません。祭司長や他の宗教的指導者たちはそばに立ち、激しい口調でイエスを訴えました。ヘロデと部下の兵士たちは散々イエスをバカにし、あざけった挙句、王が着るようなガウンを着せてピラトのもとに送り返しました。それまで敵対していたヘロデとピラトが大層親しくなったのはこの日からです。ピラトは祭司長とユダヤ人の指導者たち、それに民衆も皆一緒に呼び出し、判決を言い渡しました。お前たちはこの男をローマ政府への反乱を指導した角で訴えた。それで詳しく調べてみたが、そのような容疑事実はない。この男は無罪だ。ヘロデも同じ結論に達し、私のもとに送り返してきた。この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。だから鞭で打ってから釈放しようと思う。しかし人々は一斉に叫び立てました。そいつを殺せ、バラバを釈放しろ。バラバとはエルサレムで政府転覆を図った罪と殺人罪とで投獄されていた男でした。ピラトは何とかしてイエスを釈放しようとなおも群衆を説得しましたが、彼らは聞き入れません。十字架だ、十字架につけろと叫び続けるばかりです。ピラトは三度も念を押しました。どうしてだ、この男がどんな悪事を働いたというのか。死刑を宣告する理由など見つからん。だから鞭打ってから釈放してやるつもりだ。それでも騒ぎは収まりません。ますます大声でイエスを十字架につけろと要求する群衆の声に、ついにピラトも負けてしまいました。仕方なく彼らの要求通りにイエスに死刑を宣告し、反逆罪と殺人罪で投獄されていたバラバを釈放しました。一方イエスの方はすぐに人々の手に渡し、彼らの好きなようにさせました。人々はイエスを刑場に引いていく途中、田舎からエルサレムに着いたばかりのシモンというクレネ人に無理やり十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせました。大勢の民衆やイエスのことを悲しむ女たちが後からついていきます。イエスは女たちの方を振り向き、途切れ途切れに言われました。エルサレムの娘たちよ、私のために泣いてはならない。自分と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら子供を持たない女の方が幸いと思う日がすぐにでも来るのです。その時人々は山に向かって、私たちの上に倒れて押しつぶしてくれと叫び、丘に向かって私たちを埋めてくれと頼むでしょう。生木の私さえこんな目に遭うとしたら、枯れ木同然の人たちには一体どんなことが起こるでしょう。